モーリス・ファルマン MF-11 モーリス・ファルマン MF-11 は第一次世界大戦期のフランスの偵察爆撃機である。設計者はモーリス・ファルマン。初飛行は1913年末。本機はモーリス・ファルマン MF-7 の改修型で、主な変更点はエンジンをより強力なものに換装し、ライト式カナードを排して水平尾翼を単用とし、 その分転覆防止用のソリを前へ延長している。英国ではショートホーンと呼ばれているが、それは突き出た日本のソリから来ている。大戦初期の西部戦線における航空作戦に重当され、1914年12月21日に英国海軍航空隊の MF-11 がベルギーのオーステンデにあるドイツ軍陣地を攻撃したのが最初の爆撃となった。 1915年には西部戦線からは撤退したが、仏軍ではマケドニアや中近東、英軍ではダーダネルスやメソポタミアで運用が続けられた。イタリアのフィアットでは1915年初頭から発動機をフィアット A10 に換装したものをライセンス生産している。1916年にオーストラリアが練習機として購入。日本では1914年に モーリス・ファルマン式1913年型副容器を輸入し、陸軍は模式4型偵察機として正式採用。陸軍所沢飛行場で量産している。ルノー70馬力エンジンも国産化し、1914年以降、東京砲兵工場で製造している。他に、ルノー80馬力もしくはカーティス100馬力を搭載した機体もある。後に、 エンジンを、やはり国産化した、メルセデス・ダイムラー式100馬力に換装したも、式6型偵察機を134機生産している。一方海軍も、ビブーキ船付けの総武き船型を、モーリス・ファルマン式大型水蒸気として、正式採用、横須賀海軍交渉で量産している。ありがとうございます。